なんとか部品出てこれたね。よかったわ。さあ帰りましょう。あ、エルダーガーディアン。はい、こんにちは、まーちゃんねる前原です。今日はこちらですね。うん、レゴマインクラフトのザ・オーシャン・モニュメントです。はい、こちらですね、レゴマインクラフトの2017年の新シリーズ第何弾かな、わかんないけど、うん、一番新しいやつですね。はい、はい、オーシャンモニュメントって、これは海底神殿だね。うん、うん、じゃあ早速開けて作っていきましょう。はい、はい、ということで完成しました。こちらがレゴマインクラフトのザ・オーシャンモニュメントですね。はい、小さいね。ね、これはですね、うん、外側なんだね。あ、外？そう、これはね、地上版。ここから下に行くわけだよ。ここから海ねっていう設定かな。すごいね。多分ね、わかんないけど。だからここにイカがいます。本当だ。で、スティーブがエンチャントされたツルハシ持ってますね。うん、はい。で、ここにポーションがあるね。うん、暗視と水中呼吸かな。はあ、うん、ここにミルクバケツもあるね。そうそうそう。はい、そしてこちらがメインの海底神殿ですね。うん、いかにも海底神殿だよね。ちゃんと出てくるやつだよね。うん、うん、で、こちらにガーディアンがいます。ガーディアンはここね、透明のこう棒でくっついてます。あ、本当だ。うん、これでね、泳げる。こういうこと。そしてここにアレックスがいますね。うん、エンチャントのヘルメットとエンチャントのチェストブレザーとエンチャントの剣持ってますね。うん、はい、そしてこちらがガーディアンですね。うん、しっかりガーディアンっぽさ出てるね。うん、トゲトゲがね、すごい。そしてもう一つ、ボス級のこのエルダーガーディアンも入ってましたね。うん、これはスプリングロールドシューターなの、実は。うん、ここにこの弾を差し込んで、うん、尻尾が触れると発射しますよ。せーの、こんな感じ。で、ところどころね、これ見えるね、シーランタンありますね。うん、この上がですね、開くようになってます。うん、ここっとね、はい、こんな風になってますね。うん、ここがちょっとほら、こんな感じで開くようになってる。あ、本当だ。うん、この部分、うん、これもね、外れるようになってる。あ、本当だ。そうするとですね、開くようになってます。うん、ほら、お、こっち側ね、本当だ。はい、で、ここ見えたね、ほら、これこれこれ。あ、スポンジ。そう、これスポンジです。で、中を水抜きして、水抜き完了して、この、海底神殿のメインの中枢といえるここ、うん、ここを開けると金ブロックが出てくると。すごい。こういうことですね。うん、実際は掘るんだけどね。うん、隠しでこの部分にもスポンジが隠れてます。本当だ。こっちのスポンジは水を吸ってない状態だね。うん、で、さっきの金ブロックを出す方法だけど、このレバーを下に押すだけ。あ、戻すときはこの出っ張り、これを上に引き上げると戻ります。はい、よし、今日は海底神殿に出発だ。そうです、スティーブ、頑張りましょう。まず暗視のポーションを飲もう。次に水中呼吸だ。私はさっき飲んだから準備 OK よ。よし、行こう。行くわ。ポション。海底神殿が見えてきたわ。そうだね。なんとか入り口まで来たぞ。そうね。そういえばここまでガーディアン来なかったけど、大丈夫かしら。中に逃げましょう。お、やった、いきなり発見したぞ。見て、スティーブ、あっちにスポンジがあるわ。本当だ、これはレアアイテムだね。でもまあ、水中呼吸も持ってるし、早くお宝ゲットしちゃいましょう。うん、じゃあスティーブ、高速で掘って。うん、すごい早いじゃない、スティーブ、さすがよ。うん、よし。さあ、ここにもう用はないわ。行きましょう。うん、なんとか部品出てこれたね。よかったわ。さあ帰りましょう。あ、エルダーガーディアン、どうしましょう。ああ、毒食らっちゃったわ、私。大丈夫？ミルクは？忘れちゃったの。そう、じゃあしょうがない、戦うしかないか。はい、ということで今回はレゴマインクラフトのザ・オーシャン・モニュメントでした。
はい、ということで今日の動画が面白かったなとか気に入ったなと思った方はぜひいいねボタン、高評価、グッド、ライクお願いします。はい、そしてぜひお友達にも教えてあげてください。うん、それとチャンネル登録もよろしくね。ということで今回は以上でございます。バイバーイ。